クアの皆さんは今回の花丸さんのようにソロで歌われることもあるのですか？ううん、いつも9人だよ。だから花丸ちゃん、普段より緊張してるみたい。わかる気がします。私も初めて演じるお芝居の時は繰り返し演じてきたものとは違う緊張感がありますから。花丸さん、大丈夫でしょうか？皆さん、こんにちは。裏の星女学院スクールアイドル、アクアの国木田花丸です。本日はご招待いただきありがとうございます。本来はメンバー全員でこの場に立つべきところずら、ところですが、今日は私が代表できました。このお店が今日無事に開店を迎えられたことをお祝いし、歌を送らせていただきます。どうかお聞きください。そうかな。でも、つらって言っちゃったずら。絶対言わないようにしようって決めてたのに。全く気になりませんでしたよ。素晴らしかったです。明るくはつらつとして、それでいて優しさも含んだ、聞くだけで心が癒されていくような。そう、まるで木々から刺す木漏れ日のような歌声。葉の間から覗く光はダイヤモンドのようにまばゆくも柔らかな輪郭を持って私たちを照らす。木漏れ日？すごい表現。声だけではありません。歌っている時の表情も実に豊か。しかし、あからさまにコロコロ変わるのではなく、あくまで自然に変化していく。感動しました。これほど心を揺り動かされる舞台にはそうそう出会えません。花丸さん、ありがとうございます。今日のことは一生忘れません。こちらこそありがとうございます。じゃ、花丸さん、ご相談があるのですが、一緒にお芝居をやりませんか？はい、まるでお役に立てるなら。え？ライブを見ていた時、私の頭の中にはある光景が浮かんでいました。花丸さんと一緒にお芝居をしている光景です。脚本だけでなく、演者としても花丸さんと一緒に舞台を作りたいんです。花丸ちゃん、小説家だけじゃなくて女優さんになるんだ。花丸さん、ぜひ。ちょっと待ってほしいずら。気持ちの整理をさせ